私はプロフェッショナルです。博士、博士、あれ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、これは、彼はメカニコデピタントです。これないです。私はこの素晴らしい機械を発明しました。だから探知機です。だからをゲットするから、だからゲッティと呼んでいます。博士、何？初めて見た。何言ってるの？あれ一緒に作ったでしょ。ああ、そうだった。動かしてみましょう。これを使ってテソロを探します。テソロ博士、テソロは日本語でお宝です。デモンストレーションしましょう。やった。博士、何？終われちゃった。え、ちょっと待って。あれ、バッテリーをチェックして。お、いかがい、博士。すみません。お、問題があります。何を？バッテリー切れ。マジですか？あれ、充電が必要。リオシー熱力学救心体を取り出して。任せて。取り出した。その鳥じゃないよ。あれ、バッテリー出して。私の鳥。どうしよう。はい。気をつけて。バッテリー出して。はい。この鳥。ありがとう、ありがとう。いや、充電します。私の鳥、大丈夫ですか？私の鳥。オッケー。充電のレベルチェックしよう。ちゃんと見てください。はい、博士、お、博士、行ける、行ける、行ける、行け、惜しい。もっと充電、君も手伝って。はい、楽しみ。こんにちは、美味しいですか？はい、オッケー、充電しましょう。せーの、充電ができたと思う。時計でチェックして。お、やった、やった、大成功。街中の広場じゃないの。
こんな数字は見たことないぞ。一体何に反応したんだ。こいつらとんでもない金持ちなのか。おっと、皆さん、はじめまして。ご安心ください。私たちは決して怪しいものではございません。我々はスペインを巡って隠された財宝を探している、お宝探し隊です。まず紹介するのはもちろん私のガールフレンド、エイヤ・エスミア・モー。うん、ほらぽん。さて、他のメンバーを紹介します。あちらから占い棒担当、ウン・パロ・マヒコ。宝の地図担当、カルトグラフ。ナビゲーション担当、ピロト。すでに皆さんご存知の天才博士、プロフェッサー。ありがとう。あのチーズコースターアイアングルも開発したよ。そして整備担当、メカニコ。どう見ても完璧なチームでしょ。さて、いい人材も大切だけど、今日は特別幸運なラッキーデイ。今日はまさしくラッキーデイ、ラッキーデイ。カニカニとコトコトを今すぐちょっとに幸せが我らを待っているはずさ。ヘイヘイ、今日はビビだとまま咲かせて、チャンス逃すなとまま咲かせて。まずは有名なラ・クエバ・デル・テソロ。その名の通り、宝の洞窟。スペイン人なら誰でも知ってる観光スポットよ。今回は出番なしか。今日は最新技術にかけよう。バマロス。You got me.
なく宝のチーズだ。どれどれ、見せて見せて。ちょっとスペインの真ん中遠いね。マドリッドとラマンチャの間にある森、私ならわかるわ。たった一本ザクロの木。よし、私が見つける。オートロベ大移動。さあ目指せ森の中の宝物、バーボロI'm sorry, don't touch me, but don't you touch me.
真実の宝は信じれば簡単に手に入る。いやあ、怖いな。No, fuck, Stevie. がっかりさせないで。やる気がなくなっちゃう。みんな諦めないで。簡単に探し当てたら宝の値打ちが下がるってもんだよ。宝探知機はさっきから調子が悪いから、今日のところは売れないのに運をかけよう。博士がそこまで言うならそうしよう。売らない棒は昔から頼りになる。みんな気を引き締め再出発。バラグ
埋蔵金よりも占い方がぶっと曲げるほどの反応。でもどこにも見当たらない。魔術で隠されているとか。いつも歌ってたのになぜ気がつかなかったんだ。やっとわかったぞ、真実の宝の意味が。真実の宝は目に見えないのさ。なぜかそれが心の中にあるからさ。さすがボスだ。いやいや、ここにいるみんなで導いた答えだよ。オレオレ。ありがとうございました。